大掃除にぴったりの売れ筋人気商品を梅田のヨロバシカメラで聞いてみました。これは教えてける。早速紹介してくれたのはドイツの老舗清掃メーカーケルヒャーの窓拭きクリーナーです。水や洗剤を入れて汚れを浮かせ、その後水滴を吸い取るというものです。ケルヒャーによると12月になるといつもの 2.5 倍売れるそうですよ。窓拭きというと、こちらは窓拭きを自動でしてくれるロボットです。窓拭きも自動になったケロか。そうなんです。台湾のメーカーのもので、窓1枚を6分ぐらいで拭いてくれるそうですよ。びっくりケロ。またお任せといえば、おなじみのロボット掃除機ルンバです。先月発売された新製品は、なんとね、水拭きもしてくれます。このように前側でゴミを吸い取り、後ろのパッドで拭き拭きと。しかもね、絨毯の上に行くと、このパッドが上に来て、絨毯を濡らさないようにお掃除してくれることができるところが。賢すぎるケロ。ですよね。またアメリカの掃除機シェアトップのシャークも、大掃除にぴったりな製品を今年発売。なんとワンタッチでハンディクリーナーになるんです。エアコンのフィルターの掃除とかですね、家全体の細かな場所の掃除に役立ちそうです。どうですか、こういった便利なお掃除道具があると楽しく大掃除できそうですよね。そうですよね。だけど、うちの場合は父ちゃんがなんだかリアルな川柳を読み始めて、大掃除妻に怒られやる気ゼロとか言って、もう大掃除の前から不穏な空気が流れてるけど、お母さん怒ってるね。赤くなってるけど、はい、実はですね、ダスキンが行った調査でも、配偶者の大掃除の取り組みに対する満足度というのは妻の方が圧倒的に低いんです。その不満の理由がこちらです。お掃除に積極的でなかったが圧倒的に多いけど ね、やっぱり掃除に対する温度差が問題けどね。お掃除するってなると家族で喧嘩になっちゃったりとかなります。誰も手伝ってくれません。毎年なんか戦いです。外壁は自分のことって毎年言ってるんだから、思って先にやってくれればもうそれだけで、まあ、80点くらいですけど。でもね、0点だとかわいそうですよね。言えばやってくれるので30点。厳しいけど、ねえ、わかりますよ。わかります。成長されるってことはですね、ご家族で。いや、お掃除は手伝ってくれないですよね。やってるやんか。いや、そうなんですよ。そうですよ。よくしてるやん。そうそう。だけど洗濯とかみんなしてるやろ。それは大掃除。まあ、テレビの嘘とかやめて、恥ずかしい。恥ずかしいとありがたみがないから。ちょっとするのが去年せえへんかって今年したらすごく感謝されるけど、毎年しとって1年せえへんかったらボロクソ言われるから。そういう戦略で。そうそうそう。なんだかリアルな心の内を覗き見した気分ケロ。そうですね。なんとかこうみんなで平和に楽しく掃除できる方法ないですかね。実はですね、お掃除がとっても楽しそうという風にバズったツイートがあるんですよ。ツイートした方はね、なんとこういった方です。あれ、坊主ってこと、お坊さんケロか。そうなんです。カレーが大好きな吉田武さん、長崎県にある浄土宗長安寺に勤めるお坊さんなんです。今週発売になった話題の漫画のコラムも担当されています。ツイッターではね、積極的に仏教にまつわる話題を発信されているんですが、お寺の掃除に100均のお掃除グッズを活用しているとツイートしたところ、フォロワー数を大幅に上回るツイート、いいねがついたということなんです。かなり拡散されたんですよ。バズったっていうのはこのことだったけどね。そうなんです。でも確かにお寺の掃除ってすごく大変なイメージがあるのに、この写真見てるとすごく楽しそうケロよ。そうですよね。ケロ。吉田さんには喧嘩をせずに家族で大掃除ができる極意伺っています。
楽しくするコツ、というよりかは、まあ、なんだろう、完璧にしようとしないっていうのは大事だなと思って、うん、適当でいいやぐらいの、掃除って終わりがないんですよ。終えたと思った時からもう埃が溜まっていくし汚れも溜まっていくので、ここではい終わり完璧っていうのがないので、よく言う諸行無常っていう言葉が今日では解説されてるんですけど、もう全て諸行無常だから、どんなに綺麗にしても汚れていくし、どんなに私がこんなに怒ってても、まあ、この怒りもいずれ消えていくだろうしっていうような、全ては変化していくっていうのをどっか持っておくと、まあ、今はちょっと辛いけどどうにかなるよねっていうぐらいの覚悟は持ってられるかなと思もう1年総まとめのお掃除って感じのイメージがあるじゃなくて、今日から始めるお掃除っていうぐらいの覚悟で、なので最後の掃除じゃなくて最初のお掃除と思って大掃除をこう始めてみるといいんじゃないかなと思うんですよね。なんだろう、この気持ちの軽くなり方、なんだか肩の力が抜けて楽になる気がするけどよね。あくまでも全ては諸行無常だということですよね。まあ、とはいえね、具体的なアドバイスも少しお伝えしたいと思います。今回ね、お掃除のプロダスキンさんのホームページに記載されているものなんですが、大掃除のやり方を細かくアドバイスしてくれてまして、それによると大掃除はまず準備が、まあ、大掃除を制すと、準備を制するものが大掃除を制すということで、日程や時間担当を事前に決める必要があると。また大掃除の日までに洗剤や掃除道具を準備しておくことがポイントだということです。やっぱり一大イベントけどね。そうですね。またね、こちらご覧ください。何かというとね、こちらは日程や担当を書き込めるプランシートというものなんです。無料でダウンロードできるようになっているので、利用してみてもいいかもしれません。これ決めたら父ちゃんと母ちゃんの喧嘩は減るけどか。そうかね。で、かんだくん、これ時間割みたいになってますよね。あ、60分30分そうですから、一つの項目が終わったらまだここ足りないなと思っても次に行く、あ、それがポイントなんですって。完璧にやりすぎない、それってカレー坊主さんと同じことけどよね、うん、あ、なんだか気わずできるような気がしてきたけどよ。そうだね、今日もよくわかったけど頑張るけど。頑張ってね。ご視聴ありがとうございましたけど。